本番では4号艇の今垣幸太郎ピット離れ遅れました。スタート展示とどうやら並び変わるかどうか。ここ三国では8年ぶりの SG 開催、連日大きな盛り上がりを見せ白熱のバトルが続きました。ボートレース三国 SG 第26回チャレンジカップ、残すは頂上決戦優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇片岡正弘、2号艇池田浩二、3号艇峰竜太、4号艇今垣幸太郎、5号艇山口剛、6号艇茅原裕樹、以上のメンバーです。インコースへ構えるのは1号艇片岡正弘。今年も昨年に続いての連続優出、ここしっかりと優勝を決めてグランプリ出場も決めた一戦です。2号艇池田浩二、初日連勝ゴールから勢い衰えず、これで今年は20回目の優出です。2コース。3号艇峰竜太は2節前の SG 復帰戦で即優勝を飾りまして、24乗制覇も果たしたボートレース界のヒーローが SG 連続 V を目指します。3コース。スローの4コースです。4号艇の今垣幸太郎、地元 SG 制覇にかける思いはマイレース走りから伝わっています。自身そして地元ファン悲願の優勝を目指す一戦。5コース角に5号艇山口剛は今タイトルは3年連続での優勝です。6コース6号艇茅原裕樹は自身 SG 初制覇はグランプリ、その時も緑のカッポックで6コースからでした。4対2、進入インから1番2番3番4番ダッシュ5番6番でスタートです。2号艇の池田好スタート、1号艇片岡もスタートを決めています。逃げの体勢作る1号艇の片岡、刺す2号艇池田にまくり刺そうとする3号艇峰、内から4号艇今垣も振り切った、寄せつけなかった1号艇片岡正弘先頭、2番手は3号艇峰、内から迫る4号艇今垣に6号艇の茅原、離れた外には5号艇山口、そして2号艇の池田、スタートは正常です。1号艇片岡トップターン、3号艇峰に6号艇茅原、その後ろに4号艇今垣も先頭抜けた、リードを広げた1号艇片岡正弘独走、3号艇の峰竜太が2番手、3番手は6号艇の茅原、間に5号艇の山口、離れた外に4号艇今垣、2号艇池田最後方です。1号艇片岡先頭、3号艇峰が2番手、3番手5号艇山口切り返して迫った4号艇今垣、その間をつく形で6号艇茅原、3番手は6号艇茅原裕樹が2停止に抜け出しました。現在の上位体系は1番3番6番、その後ろ4番手に5号艇山口、2周にマークへと向かっていきます。リードを広げる1号艇片岡正弘先頭、3号艇峰竜太ですが2番手、その後ろは6号艇茅原裕樹3番手と上位体系ばらけました。1番3番6番、後方5号艇の山口4番手、2号艇池田5番手、4号艇今垣が最後方で最終周回です。しっかりとインから堂々と押し切りました1号艇片岡正弘先頭、3号艇の峰竜太が2番手です。6号艇茅原混戦さばいて3番手の1番3番6番で最終ターンマーク。今節はリズムよく戦い抜きまして、今度は自力で SG 制覇、そして2年連続でのグランプリ出場をつかみ取ります。 SG は自身2度目、通算30度目の優勝に向かって1号艇片岡先頭、3号艇峰、6号艇茅原の上位体系136、優勝戦まもなくゴールです。先頭1番片岡正弘優勝の五輪、2番手3番峰が五輪、3番手は6番茅原で五輪、5番山口、2番池田、ラストは4番今垣が五輪です。